ああ、切れた。切れました。もっとなるほど島根ゲミ。こんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどをもっと楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は次世代宝競争センターネクスタ、無限の可能性が広がる金属材料の研究を行う施設を紹介します。金属は未来を作る新技術開発の鍵を握っています。今年4月、島根大学に新たにオープンした次世代たたら競争センター、通称ネクスタ。県内の金属関連企業と共同で金属材料の研究を行います。ここが研究室ですか？学生研究室です。ネクスタの学生はこのスペースを自由に使って研究生活を送ってるんですよ。施設内にオープンスペースを用意しました。学生たちがコミュニケーションを取り合ったり、先生方との打ち合わせに活用したりもしてるんですよ。充実した施設、設備を使って学生が生き生きと研究活動を行っていますよ。せっかくですから、実験の様子を見ていかれませんか？はい、ぜひお願いします。これはですね、金属材料の引っ張り試験になります。金属を引っ張って変形させた時の様子を見ながら、強度を調べてます。かなり大きな設備ですね。そうですね、この装置は国内で唯一の装備となってます。国内でここだけですか？最先端の設備で学ぶことができるんですね。ネクスタでは1年生の後期からこういった最新の設備を利用して金属材料の最新の研究活動ができます。将来この分野を牽引する研究者を育てていきたいと思っています。大学では総合理工学部に材料工学特別コースを新設。ネクスタでの研究とこの特別コースに興味を持ってもらうためのセミナーもスタートしています。このセミナー、1年生を対象に毎月参加者を募っています。電流を流せる装置です。あの電気が流れて変わるものです。専門の先生による研究内容の説明を聞きながら、最先端の機器に触れるなどの体験ができます。普段見ることができない実験器具とか使って先生方が分かりやすく教えていただいたので、いい体験になったかなと思います。自分の将来の夢がなんかものづくりとかそういう関係の仕事に就きたいと思っているので、ここで学んだことを生かして生きたらなと思います。ネクスタは世界トップクラスの金属材料の研究拠点を目指し、国内外の大学と連携。センター長はイギリス・オックスフォード大学のロジャー・リード教授が務めています。 Hello, so my name is Professor Roger Reed. I will do everything I can to support the project moving forward. So thank you very much, John Mata. 国内外の研究機関と連携することで世界で戦う研究力を鍛えることができるんですね。島根大学の学生、教員、企業が一緒になって研究し、ここで育った学生たちが県内企業でグローバルに活躍できるよう、今後もネクスタの活動を支援していきます。もっとなるほど島メール。植木先生からメッセージ、どれどれ。現在ネクスタでのイベント開催などの最新情報を SNS で発信中。詳しくはこちらの QR コードから。次回は宍道湖自然館ゴビウスの企画展を紹介します。本日はここまで。